はいそれでは今回令和2年の第一回担当式試験の監査論の公表を始めたいと思います担当レック専任講師久坂ですよろしくお願い致します今回監査論まあ含めね、本試験お疲れ様でした特にですねこれ監査論に限ってですけども今回非常に難しかったんじゃないかなと思いますで まあその理由はですねなんか。 あの取取れれそうで取れない、まあ、知ってる論点も、まあ、たくさんあったとは思うんですけれどもあのいざね最後選択肢が絞りきれないっていう問題が、まあ、やはり多か,多かったと思いますしあと規定のですねかなり細かい部分やあるいはね実務指針のかなり細かいところを分かっていないと取れない問題などが、ね、あって、えーまあ、今回得点あまり伸びなかったんじゃないかなというふうに思います。でまあ、あのいつも、ね、そうなんですけどあの論文 基本試験ね監査論は非常にいい問題がずっと続いててですねあの受験生の皆さんの勉強があのしっかりと、ね、反映されるような問題なんですが一方ですねこの担当式本試験はねどうしてあの、えー、こんなに さ、えー、まつ、あ、なところを聞いてくるのかなとかね、まあ、そういったように思うところは多々あってですね是非、まあ、ねこの辺あのまあ、改良していただきたいなというのが本音ではありますけどもまままあ,あのひととずね中身を見ていいいきたいと思いますで、えー、まあ、細かい中身の前にですねあの全体としてじゃあ何割取ればいいのかというところで、まあ、あくまでもねこれはレックのあの見解としてですけれども。あの 5割5分から6割ぐらいかなというところをまあ合格ラインというふうに踏んでいますね。 はい、まああの6割取れればかなり今回出来がいい方じゃないかなというふうには思ってます。えー、5割5分でもあの全然監査論で失敗っていうことではなくてね、あのー、他の科目との兼ね合いもありますけれどもあのまあ十分、えー、合格ラインに立ってるというふうに考えていいと思います。で、えー、具体的に、あのー、ちょっと表にねまとめていますがあ監査論の 問問問題題題から問題2までこういういうななと正答可能性になっています。そして拝点はね、えー、ここのところずっとそうですが1問5点の20問で、うん、1>, まあ1時間の問題だったということで拝点に差はないしあとね、えー、全て正しいものの組み合わせを選ぶ問題だったということで、まあ、出題形式に変化はなかったということになります。 はい、で、えー、っと今回はですねまあ「て、えー」つまり正当可能性が低いっていうことですけどもこれがですね問題10問題131419、えー、というふうにレックとしては考えています。ねえー、4つあるわけですよねで基本的にこの「定の問題はもう取れなくていいという問題。で、あのー、中程度の問題ですね。えー、問題2 3 5 8 12, 16, 17ですねこの7問この中程度の7問は、まあ、半分ぐらいはねできれば取っていただきたかったというところです。そして正当可能性が高い問題がこれ9問ありますが問題1問題4問題679そして11151820と。 と,いうところで、まあ、これがですね9問あるのでまあここはほぼほぼあのできていると、まあ、合格ラインに近づけたかなというところですね。はい、なので、えー、ちょっとね、えー、個別具体的にこれから見ていきますがあの難易度の差もですね結構あって、えー、細かさもまちまちですのでいや具体的に見ていきましょう。ははい、えー、それではですね 問題1ですで問題1は、えー、財務所要監査に関する問題でしたで、えー、っとまず「あ」のところね「あは」は、えー、ここは重要な虚偽表示監下した場合の監査人の責任は故意であるか、えー、および正当な注意を払ったか否かと正当な注意を払ったか否かってこれはあの、まあ、あの過失かどうかってことですからここはね故意か過失かによって判断されるということでね「まあ」あは丸と。 いうことになりますで「い」のところこれあの一見丸に見えるかもしれないんですが抜けてますよね、えー、これ、えー、継続的に適用してるあまあ会計基準準拠して継続適用されてるかっていうことプラス実質的判断が書いてあってさらにね財務省の表示方法が適切かどうかというところが足りませんので「い」は×ということになります。つ、ね、つではないと3つ ここはですね、えー、っと換気法の200の A26 個に実は書いてあるんですけどもそのままなんですね。えー、監査人は事実や、ね、状況または十分かつ適切な監査証拠による裏付けのない判断を行使しちゃいけないということになっています。ね、なので あが,丸うが丸で,でまあそうすると絵は×なんですけども絵もねこれ経済的意思決定に有用な情報として経営者に求めたものが記載されなかった場合は、まあ、これがあの重要な、ね、虚偽表示であれば、えー、まあ除外事項になるし、えー、まあ重要じゃなければね、えー、それは何もならないということになるでしょうけどもここの追記情報っていうところはね明らかに誤っていて、まあ、意見表明の枠組みの中の話ですから絵の追記情報のところで切れるということで、まあとが答えですね。はい で、えー、と問題2に行きましょう、えー、問題2はですね、えー、これは公認会計手法に関する問題でしたでえっ、ー、とごめんなさい問題1は、えー、ちょっと戻りますが問題1はねこれ正当可能性高いということにしていますこれはまあできてほしかったかなと思いますねはいでは問題2に行きましょうで問題2はですねこれ正当可能性中程度ですね問題2は正当可能性が中程度です はい、で、えー、とこれはですね「まあ,あ」のところねこれ過去問とかやられてるとあの気づかれた方いると思うんですが単独監査禁止されてるけれどもその、ねえー、と共同で監査をしている場合に、えー、共同でやってる人の公認会計士の登録が抹消された場合は、まあ、その時は単独監査になっても仕方ないよということで「あ、うん」は,は「丸なんですよね。はい、で、えー、といこれはねまあなんとか読んで考えていただきたかったんですがこれもう指定有限責任社員 がもうもうだけが責任を負うんであってね、えー、指定を受けてない社員が補助者として、ね、補助者、まあ、いわゆるスタッフって言うんですけども補助者としてね、えー、監査に関与したとしてもその人は別に責任は負いませんので、えー、同一の責任は負いませんので、えー、いでえー、っと「う、ね」ねこれもですねまああのー、ちょっとね独立性に関する指針の改正があって。 ありましたけども皆さんの今回の試験では範囲外ですからあの次回の担当からはねあの試験範囲に入りますけども、えー、独立性に関する指針は10月1日2019年10月1日から適用なので、えー、これはあの範囲外なので、えー、その特にねそこには関係ないところから出てますよね。あの ここは大規模監査法人の場合は筆頭業務執行社員は5年5年でしたよね。でこれとね同様に審査に最も重要な責任を有するものも5年5年でしたからこの限りでないというところがこれは誤りということですね。はい、で絵、えー、のところこれもね、えー、いいと思いますあの、ねえー、正しい選択肢なんですけども、えー、会計士である社員以外のものが あの筆頭に辞書押印ということですけども、監査報告書にサインできるのはこれ会計士だけですからねえ。会計士以外の特定社員はあの、ね、監査業務まあ、監査報告書にサインをすることはできませんので、まあ、ここはねえー、まあ、絵が丸とまあ、ちょっとね。ここはあのー？あがまあ、過去問やってた方は分かったっていう方もいるかもしれないですが、案がまあちょっと判断できなかった方もいると思いますし。有もねえー、まあ。 うわ、まあ、どうだろうな。受験生皆さんでき、判断できたか。ちょっと微妙なところで。うん、まあ、中程度だけども、人によってはここはね、取れてもいいかなというところですね。はい。で、次行きましょう。問題三です。えー、金商法の問題、これもですね。まあ、あのー、レックとしては、正当可能性は中程度と。 <laughs> いうことであのあのところね、えー、ここはあのー、法令違反等事実を解決し発見して、まあ、通知してね一定期間してもなお非監査会社が適切な措置を取らない場合でさらにこの時はですね要件があって適正性の確保に重大な影響を及ぼすと いうようよな要件がありますのでもうすぐにね直ちに申し出なきゃいけないというこの直ちにやはりこういったところはねテクニック的にも、まあ、なかなかね正解になりにくい選択肢ですね。今回もそうです「す直ちにが誤りとはい」でえっ、ー、とのところね、まあ、これはねあの,あの講義とかね聞いてくださった方は言ってるんですけどもあの四半期レビューもねこれあの年度の監査と同じように概要書をですねあの 提出が求められていますので、財務局長に提出しなきゃいけないので、あのうは丸ということになります。で、えっとウですね。うもこれもですね、講義の中で言ってる話で、うんえー、訂正報告書についてはこれはね、監査証明必要ですからね。あの実務上訂正報告書に監査証明がついてないものもあるんですけども、あのこれ法律上はこれ訂正報告書には監査証明必要となってますので、えー、これはうはね必要とされないというところはバツだということになります。なので、まあ。 あと「う」がね×だと切れてしまえば「えー」まあ、あのえは丸になるのでここはですね、まあ、中程度なんですけども人によってはね あのここも中程度だけど何とか取っておきたかったかなというふうに思いますね高得点を特に狙うんであれば取りたかった。で絵のねこの外国会社が提出する財務計算に関する書類は、えー、っていう話はこれはもうこの時点で知らなくてもいいですがあの過去ね似たような選択肢が過去問で出ています。なので、まあ、あの今後ね、受けるっていう方はあの ここの絵の選択肢も知っておけばいいかなというふうには思いますがあの今回受けられた方はねまあ,あのなんとかこの絵はあの考えなくともあと「切ってほしかったということになりますね。はい、ではあ問題4にいきましょう。 で会社法もうこの問題案の会社法はですねこれはあの会社法を皆さん学習されてるっていうこともありますのであの少なくともね我々よりもあの皆さんの方がねお詳しいということを考えるとここはあの正当可能性高いでいいいでと思いますねでまず「あ」のところですが会計監査人は定時株主総会にね、えー、この意見を事にする時は出席して意見を述べることができるんですよね。述べなければならないっていうわけじゃなくてこれ権利ですから「あは」は罰だと。 はい、で「い」のこれ資本金5億または負債200億以上っていうのはこれは大会社ですから大会社会計監査人設置っていうのはこれもう会社法でね皆さんご存知で「丸ということになります。はい、で「う」のねこのお子会社から継続法的な報酬を得てたらそれはもうこれはね独立性ダメですから会計監査人となることができないこれは「い」と「う」でもばっちり「丸にできると思います。で絵ががちょっっと分かんなかったかななたもしれないですがこの、えー この監査役の、ね、意見を集約調整その一致をもって監査役会監査報告の内容って言ってますけどもこの監査役会監査報告はこれ全会一致ではなくてね過半数なので、えーこ,こ,もま、ここは間違ってるとまあこれは意と嘘がね、えー、バチッと正しいというところで切ってほしかったなと思います。はい、えー、なので、えー、と問題4は意と嘘が正しいということですね。 はいでえー、っと問題5にいきますが、えー、これが監査における不正リスク対応基準、まあ、あの今までねこの不正リスク対応基準ってあの第20問ぐらい出てたんですがここもあの、ね、今回も20問目で出てますけど第5問目でもこの不正リスク対応基準に関して、まあ、ただここは不正リスクに対応した監査事務所の品質管理に絡めて、ね、問題が出ています。はい、で、えー、っとここはね正直個人的には結構難しかったんじゃないかなと。 思いますが、あのまああのレックとしてはね全体としてあの公衆人のね意見をまとめたり、えー、した時には中程度かなという判断をしています正当可能性は中くらいと、はい。で、えー、このアはですねもうこれそのまんま基準に書いてあるんですね。<laughs> なのでまあアはそのままと。でイ、e、はですね不正リスクに関連して事務所内外からもたらされる情報に対処する場合関連する監査チームではなく監査チーム 外のおまあ適切な部署とかものがあの検討するって言ってますがこれはですねあの不正リスクに関して事務所内外からもたらされる情報に対処する場合には監査チームが検討するのでこれ監査チーム外のというところが誤りなんですねこれまあちょっと難しかったかと思いますけどねはいでえっ、ー、とウはですねまあウはこれも基準そのままとじゃあエが何かというとこれエがね あの不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合は通常の審査に比べ、まあ、より慎重に審査を行うって、まあ、ここはいいんですけども監査事務所は当該疑義に対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する資格者ここもいいんですけども構成される で構成される会議体別に、ね、これあの会議体じゃなくて、ね、あの審査担当者あのっていう、ね、個人でもいいので会議体による審査っていうのはこれどこにも書いてないので、ねえー、まあちょっとこれはですね、うん、と意図絵が罰にできたかかどうかというとといころですねここはちょっと個人的にはあの中ですけども中の中では間違ってもしょうがないかなというふうに思っています。はい では、ちょっとね、あの、もう、皆さん、お疲れだと思うので、でどんどん、次、いきますけども。問題六ですね、四半期レビュー、の問題ですね。で、えー、四半期レビューに関する問題は、これはですね、正当可能性高い。 とといいううふうにレックとししてては判断していますねはいであのまず「あ」のところはね、えー、これ「四半期レビューは年度,監査年度の監査計画の一環として」っていうところなんでこれ監査計画と別に言ってここはまあ切ってほしかった「あ」はできてほしいというところです。で「えー、い,い」ですね「い,い」はですねこれ,あのこれも講義でしっかりやってるんですが勘違いしないでいただきたかったのは経営者の評価じゃないですよここは。これ経営者の対応策ですから対応策は翌会計四半期会計期間の末日までということでこれもその の通りということですね。はいで、えー、っとうですね。うはですね。これはあのえー、四半期レビューの時にですね。無限定の結論を表明する場合には。 で結論の基礎のとなる証拠を入手したと判断したっていう旨の記載当然しますからね、えー、ちゃんと結論意見表明ではなく結論の表明の基礎となる監査証拠ではなく証拠とまさにこれ正しいということでこれもねまあばっちり通常講義でもねあのやってる話ですから、えー、ここはですね「まあ意とうで」にしてほしかったと思いますね。 あ,あ、ごめんなさい、ウ、えー、が丸ではなくてこの、えー、無限定の、えー、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断した旨の記載は行わない行うんですからこれ「ね、×」ね行わないっていうのは×ですよ行うんですからこれごめんなさいね「ウ」は×と、ね、いうことで「あとウ」が×なんでもう「い」と「え」が正しいということになります。ははい、でえはですね、ねまあこれ、ね 事象または状況があって不確実性もあってそれがちゃんと財務省に乗っかってない時はこれはね除外事項ですからね限定的結論または否定的結論とその通りということで意図 A ですね、はい。ここはいいいと思いますで問題7の内部統制監査のこれ問題7の方はですねこれはまあ,あの正当可能性高いというふうにねレックではしていますね。 高いとしていてこの「あ」のところは、えー、とここはですね、まあ「あ」はそうは言っても難しかったかなとは思いますね。あはで内部統制監査は内部経営者が内部統制の有効性について評価した結果に対して監査人が意見を表明するものとまさにその通りです。で監査人は内部統制の有効性を直接に評価しないと。 でその通りただし監査人は必ずここね必、まあ、やっぱりねこういうところやっぱテクニック的ですけど間違いになりやすい必ず経営者の評価を具体的に検証しなくちゃいけないっていうんですがここはね、まあ、難しかった経営者の評価結果を利用する場合あの内部統制監査でね経営者の評価結果を利用する場合はあのこれは具体的にね検証しなきゃいけないんですけども経営者の評価結果を利用しないんだったらこれはやらなくていいですよと。 いうことが書いてあるので、えー、これはね内部統制まあちょっとでも細かいっちゃ細かいんですが基準に書いてありますので、えー、ここはとということになります、はい、問題7の「あ」は「×」と。で、えーとまあ、これもただそうは言っても内部統制の実施基準に書いてあるのでね、えー、なかなかちょっとね難しかったかなとは思います。でじゃあ「い」は何かというと「い、e」はね、えー、財務省監査の実施過程において他の専門家を利用して入手した監査証拠を 内部統制監査の監査査の証拠ととして利用できると、まあ、ここは財務所要監査の、ねまあ、他の専門家と書いてありますが、まあ、そこよりもです、ね、財務所要監査で得た証拠を内部統制監査の証拠として利用これはもう一体的な、ね、実施ということで利用できるというのが、まあ、まさにその通りなので意は丸ということですね。 で、ウのですね、やむを得ない事情の場合でその一部を、ね、除外して、えー、内部統制報告書を作ってそれが正しければですね、無限定適正権これはその通りですからままあ、イとととがね、い、ま、い、あ、いうふうふにししてて答え出していただければなと思います。下の、えー、内部統制の監査の監査計画と財務省監査の監査計画もこれもですね、両者含めて計画するということでまあ一体的実施ですからね別に。 あの規定するってことはないのでまあここは「あの」のが難しかったですけども「いと、ね」と「う」が「ねっていうことで、まあ、判断していただければよかったかなというのが問題7です。はいで問題8はですねちょっとこれはね中程度というふうに、えー、レックではね考えています。はいで「あ」のところはこれはですねああのまあ、ここはねちょっとあのー。 まあ、どこまでね具体的にというよりは講義を聞いてくださったかというところですけどもこれあの内部統制の運用評価あの手続きの時にですねあのその時に使うサンプルは監査人自らがサンプルを選ばないなんてことはなくてですね通常監査人が <laughs> あの、ね、何百枚何千枚という伝票の中からあのサンプルで選び出しますのであわバツということです。で いいががね、これが難しかったですよあの。経営者が重要な事業拠点を適切に選定していないと判断する場合があるとこの場合監査人は経営者に対して選定の見直しなどの追加的な対応を常に求めなければならないと書いてあるんですがここは、ね、やっぱり、ね、常にじゃないんですよね。 常にじゃなくてこれはねまあ、影響の度合いとかを勘案してということで実施基準に書いてあるんですよねだからまあちょっとここはねあのイを罰にするのはなかなか難しかったと思いますがまあ、これはねあのまあ状況に応じて、えー、ということなんでイは罰とで、えー、じゃあうはですね はこれはいいと思うんですね期末日後に是正措置をやったとその場合に、えーまあ、是正措置完了したとしてもね、えー、年度のその該当年度の内部統制の有効性これは関係ないですからね期末日時点なので、まあ、これは反映されないっていうのは正しい「う」は丸ができるわけなんですよ。で絵のところですよね。でな <laughs> すいません えのえ開示すべき重要な不備がとというところ、まあ、これはですね、うん、とちょっと読みますか、えー、経営者による内部統制の有効性の評価の過程では発見されてなくて内部統制監査の過程つまり監査人が見つけることがあるよとでこの場合、えー、期末日までに是正措置が実施された時には監査人はその実施された是正措置の妥当性について検証するんじゃなくて。 当該措置について経営者が行った評価が適切かどうかを確認するとこれその通りでやはりね内部統制監査はこれアサーションベースね、えー、あくまでも経営者が行った評価について意見を述べるわけなのでここはですねその是正措置が妥当かどうかっていうんじゃなくてそれについて経営者が行った評価が適切かどうかを確かめる。だから絵を丸にするのはよーく考えればね、えー、内部統制監査の、まあ、本質を考えれば丸にたどり着けたかもしれないですがちょっと意のところで×にするのと相ま あってですね、円を丸にするのが難しかったと思うので、まあここは中程度というふうになっています。まあここは中程度の中でも、私は落としてもしょうがないかなと、個人的には思ってますけどね。はい、で、えっ、ー、と問題9いきましょう。で問題9はですね、これは、あのー、正当可能性高いにしています。監査の品質管理ね。で、えっ、ー、とー、これ A はですね、まあ。この誠実性に関する情報は、あの同業他社等の第三者に質問。これはあり得るので、丸と。はい。で。この。 のすこれがね、まあ、外観的独立性の軽いものだったらあのもしかしたらね、うん、契約解除まで行うことはないかもしれないですがあのこれ独立性で大きいところだったらこれ、えー、大きい話だったら契約の解除まで行うことも十分にありうるのでね独立性がなければ監査できませんから、えー、契約の解除っていうのも十分ありえますので意、e、は罰ということです。 はい、で「う、えっと」もこれ大丈夫ですよねこれ、えー、重要な判断の相違があったらこれはあの解決しなければ監査報告書出せないので「い」も「う」も×だということね。でまあ「あ」は丸ですし「 で A がちょっとハテナだったととだた思いますでもこれは、ね、あの監査事務所で懲戒処分っていうこともありうるので絵、まあ、はこれは結果としてあの、ねえー、今回ちょっと担当受けてなくて次回以降受ける方がこの会議を解説を聞いてくださっている方は絵も知っとけばいいと思いますがあの今回は絵はね「丸だってことが分かんなくてもああいうで、ね、もうあの判別できたということで「えー、Q」は正当可能性高いということになります。 はい、えー、それでですね問題十これはもう超悪問ですねこれ誰があの作ったんだということも本当に闇を痛くなりますけどあのこんな問題ですねはっきり言ってできなくていいし今後もねあの過去問を復習する際にもこんな問題あのやらなくていいというふうにねあの思います。これが会会計計士士にになななるるたためめのあのの試試験験んんていうんですかね おお、的確性を問う試験として、ただ、あの的確な問題なのかっていうのははなはだ疑問ですよね。はい。で、あの、あ、なんてですね、これ、うん、あの、ゆっくり読むと、あ、は、もう、あ、こんなのバツだろうと思うと思うんですよ。ね、保証業務には、業務実施は自らが取材情報を作成しと。で、ここ読んだ時点でもうね、ね、えー、意見書にはですね。 業務実施者は独立の立場から公正不変の態度を保持することが最も重視されるため自らが主題に責任を負う者の及び想定利用者となることはできないはっきり書いてあるんですよ。だからそれをもってね「あはボンは明らかに罰でしょ」というふうに思うとこれが違うんですよね。えー、これで「あはですね保証業務にはこれ業務実施者自らが主題情報を作成し」っていうところで、あのー、これ実はですね えー、監査おびレビュー以外の保証業務に関する実務指針というところを見るとですね、えー、主題に責任を負うものっていうのがあの事業体の場合があると、まあ、会社の場合があるとで主題に責任を負うものが会社の場合には業務実施者が経営者となることがあるっていうのがね、えー、この その実務指針の、ね、A16 に実はあるんですよでこんなところはもうはっきり言って知っておく必要ないのであのいいです。なので、えー、とそういったこととするとですねこの業務実写っていうのはこれ経営者と読めるんですよで経営者自らが主題情報を作成しでその主題情報を、ね、そのまま結論とするっていう業務があるっていうのがこれがその実務診の A20 項に書いてあるのでこれ残念ながら、A、は、ね、丸なんですよこれはもういいです無視してください。あのもう 本当にこれはねもうちょっと悪悪中の悪文ですよ、ねはい、でえー、と「い」はですねまあこれもまあまあこれはなんていうかな直感で答えれた方もいると思うんですが「い」はこれ意見書の,あの6の3っていうところに書いてあるそのままなので「まあ、あととねこれ正しいという」こと「になりますよね、はい、でとえ」もねこれもあの正直もうこんなのところあのいいですけども「う」はね えーとこれ固有リリススククや統制リスクを検討する程度ですすね検討する程度はこれはですね、えー、合理的保証業務か限定的保証業務まあ,あの監査とレビューみたいなイメージですけどもの区別により影響を受けるというふうにこれが意見書の7の5の括弧1に書いてあるのでこれは×なんですよ。 で絵もですね今度はあの業務実施者は保証業務を受託するにあたり保証業務における主題が適切であるかどうかを判断するとでこの判断は合理的保証業務か限定的保証業務であるかの影響は受けないということがこれもね実務指針の A40 個に書いてあるのでこれは罰ということでね根拠は全部確かにあるんです。あああるんですがあのまあ、ちょっと と、これはですね。どれをとってもどの選択肢をとってもできないということで、あのここにはまってしまわないようにしてくださいね。むしろ、そういうあのだからまあある意味ね。こんなところはできなくていいんだということで。むしろあの試験委員の先生方、あの我々が考える上を言っているのでね。あのこんなところはあのむしろ捨てもんだと捨てもんを判断してほしいっていう。そういう趣旨で出されている可能性もあるのでね。まあ,あの、そういう意味ではちょっとやられたっていう感じですけども。あのここはあの正直。あの あもう復習もまあ強いて言えばまあ糸う、e、かなっていうところですね糸う、e、はあのー、意見書に出てますんでね「あと」「絵はもう細かい実務指針ですからもう無視ですね強いて言うなら糸、e、うを復習しといていただければいいと。はいえーというと たところで次に11問目これはね11はですねこれは正当可能性高いというふうにしていますねはいこれは監査基準の改定に関する内容でちょっとね歴史っぽい内容があってドキッとするんですけどもあのね平成14年の改定で期待ギャップの解消で監査の目的が設定されたと言っていてその後にですねこの後半で あの一般目的とかね特別目的ねこれはですね平成26年の改定で、まあ、これはある程度ちょっと講義では言ってるのでね、まあ、ここはちょっとできてよかったかなと思います。で「い」のですね固有リスクと統制リスクを従来は個別に評価してたんだけども平成17年の改定で木を見て森を見ずになっちゃうとまずいのでえ組み合わせて、えー、評価するのを原則としたということでこの「い」はね逆なんですよ逆。 いうことで「あ」も「い」も「×」ということで、えー、まあなのでね「あのう」うと「え」が正しいということは、まあ、その時点でわかるんですけども「えー、っとう」はまあこれはね、えー、継続企業の話でこれ、えー、平成21年の改定全部そのままだし「えーっと」A、のね25年の改定のところではあこれはですねえー、っと不正リスクね え対応基準が25年に新設されて、えー、っていうこともですねこれもまあそのままの内容なのでまあこれは「う」と「え」で「丸というよりは「あと」「い」でね切ってほしかったというところです、はい、では問題中にいきましょう問題中に監査の基準ですねでえっ、ー、とこれはねえっ、ー、と正当可能性中程度とでえっ、ー、と「あ」のねえー、ところで「 まあ、監査基準に従って監査を行うっていうのはこれはまあそのと当然その通りででえー、っと「い」はねちょっとあの迷ったかもしれないですけどもこれ禁書法とかね内閣府令で監査の観光に従うっていうこともですねこれも求められていますので、えー、監査観光ね、えー、これを従う必要があるということで、えー、これ従う観光に従うことまで求められていないというのが罰だということです。で、えー、のね、えー、これ えー、任意監査として子会社の監査をする場合に監査基準はどうかってことですけども監査基準は全ての、ね、公認会計士が行う監査に適用されるもんなので「う、えー」ウはですねこれは正しいということになります。任意監査で今度、えー、財務省の一部のみの監査。 の場合に、じゃあ、監査基準を適用してはならない。これは適用しなきゃいけないんですね。監査基準はすべてのね、会計士の監査に共通するということで、まあ、あのー、そうですね。えっ、ー、と、うが丸とまあ、あが丸で、まあ、これはね、個人的には、まあ、あのー、できてもよかったかなというふうには思いますけどね。中程度とはしていますがね。はい、では、問題十三です。 えー、これはね、えー、難しいですねこれもねこれもできなくていいですよあの正当可能性低いというふうにさせていただいています。はいで、えー、とこれ「あ」はねえっ、ー、とここもですねまあ読み方によったらちょっとどうなのって最初思ったんですけども「あ重要な虚偽表示の原因となる不正を感化しないようにするため商標と書類の突合の際筆跡や陰影から商標処理の申請性を評価することが必要となる場合がある ののかっていうとここなんですがまあこれはねあの申請性に疑いを抱くことがなければそれはそのまま受け入れられるんですけどもそもそも申請性に疑いを抱くっていう場合にはねやはりその筆跡とかね、えー、これをまあ評価する必要もあるので、まあ、評価することが必要になる場合はあると。 でただねその監査人にその能力は確かにこの申請性をね評価する能力はこれは別に求められていないということで、まあ、これ「あ」はね正しいということになります。ちちょっっっととこれ迷っちゃった方いると思いいる思ますねはい、でいいですよねこれもねあのえー、っと悩ましいところででも2行目の後半ね「公認会計書」は日本公認会計士協会が実施する研修を受けるってこれはまさにね えー、書いたんですよ。会計手法の28条に書いてあるんですよ。その後、公認会計士としても自己検査に努めるべきっていうのは、これをどう捉えるかなんですよね。はい。で、この自己検査に努めるべきことをそのまま明確に規定しているのはないということからですね。うーん、まあ。 ここ「公認会計手法が自己検査っていう、ね、そういった文言を使って明確に自己検査しなさいとは書いてないまあそこだけを捉えるとねやっぱうことなん,ですよ、ね、うんまあなあの自己検査をすねす,るすべきだっていうのは当たり前なんですが会計手法にはないと。 こんなのの問題にする必要ああかっていう話もありますけど、ねはいまあちょっとこれはしょうがないですよね。で「う」のところまあ監査人に求められる専門知識には非監査会社の繊維の原価計算まあこれは会計の知識ですからねこの専門知識のほか製品の工学的な特性や製法こんなのは会計士別にあのそんな専門知識はあのなくていいですから含まれないと。 というこでですす、ねえー、は最もですよね専門能力および実務経験とか等から得られる知識は資本市場の国際化会計技術の会計資料の技術的進展とかね、えー、基準の高度な専門家により絶えず変化する可能性があるということでね、えー、能力の維持・研鑽に努め実務経験を積むことが要,請要求されると、まあ、これもその通りということでまああと A ですよねだから3ということが答えになりますがちょっとねこれ 「い」は判断苦しいですよね。ということで、まあ、ここはもうできなくてもいいという問題ですね問題13です。はいいこれもあの取れも取る必要ないで問題14これもですね、えー、正当可能性低いとしていて取れる必要ない問題です監査計画に関する問題ですね。はいで「えー、とあ」のところですね。あはまあ ここはまあいいですかねえっと事業上のリスク等ね、えー、がもたらす財務省における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価するんだと。でこの事業上のリスクっていうのはね、まあ、経営者の関与による財務省の重要な虚偽の表示に対処する必要性から求められたと。これはまあ平成17年のですね監査基準の改定線分でまさにね、えー、この 経営者等の関与にによるる割合が相対的に増えているとでこれは事業上のリスクを考慮すべきなんだということが書かれているのでまあ「あ」まるとなんとかできたとしてですねでまあ「い」がですね今度これ監査計画の策定は連続かつ反復的なプロセスででえー、っとこれはもう監査終了までね続くというところなのに。 意見表明の前の審査で計画が承認されることによって最終的に確定、こんなのどこにも書いてないですからねこれは罰だとまああとい、e、はな何とか、まあ「バ×」と付けれるかなというところです。で「う」がですねこれじゃあ詳細な監査計画を立てるとその詳細さに対応して監査庁舎の差別時間は短縮されるとこれ受験生困っちゃいますよね「あそうなのかな」とかって言って「丸にしちゃう可能性あるんですがこの監査庁舎の差別時間が短縮されるなんていうのはどこにも書いてないんですよ。 これはないのまあ絵はねこれもまあ,あのこれもまあ読めばね全体レベルにおいて重要な虚偽表示リスクがあると判断した場合には、まあ、全般的な対応してまたね項目レベルについては内部統制の運用評価手続きと実証手続きと、まあ、つまりリスク対応手続きをやるんだとまあ絵なのでまあここは「て」なんですけども「う」まあ、うがねちょっと難しかったと思いますが。 私は個人的にはまあ問題十0は中寄りの低かなとは思ってますけどね。はい、なのでまあちょっとここはまあできる人はできたかもしれないですね。はい、で問題15これはね正当可能性高いというふうに考えていますね。はいえー、っとまずですねあのこれもまあ講義聞いてくださってればねあのやってるんですが重要性の基準値ね、えー、これはこれ予算だけじゃないので、まあはバズと。 いうことねでえっ、ー、と「い」と「う」がまあこれはそのまんまというかな正しくてですね「でえ」のところもこれ重要性の基準値を1,000万から5,000万にしたってうんだったらこれはね監査があのリスクは減りますあののまああのなんていうかな簡単になるというかですね、えー、これは「監査があのまああの。まああの まあ省力化できるような場合ですのでそういう意味でね実証手続きのリスク対応手続きの実施範囲はこれは狭くなるということで、まあ、ここは「あと」「絵が×だということでねもうそこで切れてしまうということになりますので「えー、まあ意図が正しいというのはできてほしかった問題ですね。はい、で特権リスクについてはですね、えー これは中程度にしていますちょっとこれもね、えー、難しかったかもしれないですがあのですね見積もりについての傾斜確認書の記載はこれは含めなかったっていうのはダメなんですね。見積もりについてはあ監査あの傾斜確認書に含めなければなりませんので、えー、ここは×と。で「い」のね、えー、まあ あのー、訴訟事件で訴訟事件の発生が稀だから内部当選が十分に構築されてないので弁護士への確認とかねその他必要な実証手続きとにかく実証手続きをやったと、ね、えこれは別にあの当然ね、えー、通常ない想定してないものは内部当選がない場合もあるのでその時は実証手続きをやるということですね <laughs> で「う」ですね「うは」は特権リスクで特権リスクについて これはね特権リスクっていうのは監査役等とね。話し合わなきゃいけないものなので、この説明の部分、この部分特権リスクのね。部分は説明から除外したって。これは誤りになります。特権リスクは監査役等とコミュニケーションをとるんだということです。はい。 で A、は、ねえーまあ、収益認識や不正リスクになると推定してで、えー、特権リスクだとで、えー、内部統制有効だったので運用評価手続きをやってそれで実証手続きとして、えー、確認等をやったとこれは、まあ、もう別にそのままということで、まあ、あの16は、ねえー、これは「えー、あ」のところがちょっと難しかったかなというのと「う」もやっぱりちょっと、ね、判断に迷うところがあるので、えーまあ、これは中程度ということにしています。 はいで問題17ね監査報告に関する記述です。はいで、えー、と監査報告にに関ししててこれも中程度にしていまますね、まあちょっとこれあもうね微妙っちゃ微妙なんですがまあ、ここはあのー、もうこれで回答せざるをえないという思いますね。えー、準拠性の枠組みにね作成された財務省についてはこれはもうね適正性とは違って準拠してるかどうかね 要求事項が遵守されているかどうかのみを評価すればいいとまあここは丸でしょうねはい。でえっ、ー、と「い」のところでね、えー、これ配布制限配布制限を付す場合ありますから「い」は×だということになります配布制限ね。で「う、えー」ウのところ「う」はですねこれはまあ,あの2つのね枠組みに準拠する場合1つの枠組みでは問題なくて1つの枠組みでは否定的意見、まあ、これはありうると。 えー、関係を700の A30 とかね参照にしていただくといいと思います。<laughs> はいそれで、えー、じゃあ A ですよね。で A はですねこれも全体としてね財務省に意見不表明だという時にこれ個別の財務表が×ですよね。個別の財務表っていうのは主要な部分を構成するので個別の財務表に、ね、ついて何かね、えー、この「 情報提供のために何か書くくということは絶対なくてですね個別の財務表っていうのは、まあ、通常これ主要な部分ですから全体としての財務省が意見不表明なら個別の財務表もね当然意見不表明なので、えー、とそ,のその部分が、えー、適用される財務報告の枠組み準拠している時ってこんなとこはないですから「A は「×」ということでまあここはですね、うん、とちょっと「あ」がまあうんと思ったと思うんですが「い」は「×」「う」は「丸。 でえー、っと「う」がねちょっとまあ難しかったかもしれないですけど「えは」はツということなのでまあ中程度ですよねちょっと判断に迷うかなというところですね。はいで問題18これ監査上の主要な検討事項かむってやつですねこれ出ましたね。でこれは あのもうここは逆に勉強されてたと思うのであのそのレベルからするとここは簡単な問題です。はい、であのね、えー、もう個別に意見表明するもんじゃないカムは個別に意見表明するもんじゃないっていうのはそのままだしイのですね、えー、除外事項はね要な検討事項区分には記載しないっていうのはそのままですね。でウのところ、えー、ころれは あの特権リスクだから主要な検討事項とはどこにも書いてませんね。特権リスクだから主要な検討事項ではない。もっと主要な検討事項というのはあのね狭めた範囲で限定されたものです。はい。でエのねこの情報開示がされてない場合にはこれは解除される正当な理由になるので絵もバースということでまあ、ここはねえー、と逆にトピックなので意外とできたんじゃないかなと思ってます。ここできなかった方はねあのちょっとねあの、えー、論文対策としてはしっかりとね。 重要な検討事項をやっといていただきたいと思います。はい、で問題19ですね。これもですね、幹事役等とのコミュニケーションで難しいっていうかね、あの、うーんこれもちょっ。 となんていうかなもう細かいとこ聞いてますよねあのところですけどもあはねこれ統治責任者判断しなきゃいけないというその後に我が国においてコミュニケーションの対象となる統治責任者はと書いてあってあの単に統治責任者ということであれば厄介も入るんですよ取締役会もでもこれ環境の260の9の9項の2にねコミュニケーションの対象となる統治責任者には取締役会書いてないんですよ だからまあそこを根拠に「えー、あは」は、えーねえー、間違えというふうにレックとししてて判断してます、ねはい、で「い、えー」のところね、まあ、この特権リスク以外に重要な虚偽表示リスクが高い領域への監査人の対応っていうのは260の、まあ、A13 項にね例示されてますので。 まあこれは含めるんでしょうね含める事項として例示されてるのでえこれもだから必ずしも含めなくていいっていうのは×だということでね。まあ、後がなんで「すよ結果としてう」ですね。まあ「う」はねこれはあのー、260の16項とか A31 項ここはまあちょっと勉強してた方はね、あのー、丸にできたかとは思うんですが「えこれもね細かいとこですよ。この監査人がね えー、経営者の不正への関与が疑われる場合には、えー、監査手続きの種類時期範囲についてですね、えー、監査役等に協議しないことがあるとこれはね丸なんですよ。これは 240の40校の3辺りに書いてあるんですが法令によってね例えばマネーロンダリングなんていうのがあったあるんですけども、まあ、規制当局の捜査とかねそういったことに影響する可能性もあるので、えー、法令によってですね協議しないこともあるんだということが明確に書いてあるので絵は丸と、まあ、こんな絵なんかはね正直できなくていいし「えー、あ」のところもねあのちょっといやらしい引っかけですよね。はい で「い、えー」わねまあちょっとここまで基準読めたかってところもありますんで「もう」あのウだけがねまあちょっと今回の試験では知っててほしかったというところで、えー、まあそうですねうんこの「あいうえ」はあの正直重要性は低いとは思うんですが今後のね担当を考えた時にはまあ あの担当を今後,今後受けられる方はもう換気を言っても260には書いてあることなのであるいは240に書いてあるのでまあここはちょっとねあの細かすぎますけども一回出てるんで抑えといた方がいいかもしれないですね。ただあの次出たからできなきゃいけないっていうレベルの話ではないと相当細かいですよ。ね はいそれで問題20最後いきますけどもこれは最後ね、えー、監査における不正リスク対応基準の問題これはですね、まあ、正当可能性高いというふうに考えていますね。あは、えっと、これもういいですよね、えー、不,正不正リスク対応基準の全ての監査ではないっていうのはもうね上場企業等の大きい会社、ねえーまあ、社会的な影響力の大きい会社っていうことですから、まあ、これは罰と。でいいですよねこれ。 はですねこれも不正リスク対応基準書いてあるんですけどあの主要構成員が情報を共有するということはあってもあのこういう基準でですね監査チームの全ての構成員が情報を共有するっていうことは普通あの普通というか見たことないですよね全ての構成員があの情報を共有するなんていう基準って基本ないですからね主要構成員がとこれ不正リスク対応基準書いてあるので「い、えー」も×と。 なので「う」はですね、えー、これは、えーまあ、そのまんまなんですけどもね、えー、示唆する状況を識別した場合には経営者に質問し説明を求めるとともにっていう,とですいうとこですね追加的な手続きを実施して、えー、アサシンレベルの不正による重な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切なのかということを評価しなくちゃいけないっていうことと「え、まあ」エのですね、えー、この「積極的確認の代替手続き」 的な手続きにおいて、企業及び当該企業の子会社が作成した情報のみを採用することは可能。つまり、内部情報のみをね。利用することはこれはできるっていうのは過去に本試験で出てるんで、えまあ、本試験ね、えー、過去問解かれた方はあ,あそれはそうだなと思うと思うんです。なので、あのー、このね。内部情報は使えるんだけども、その際より慎重に検討しましょうね。ということで。まあ、あの絵は丸とで。 えー「あが」がツで「まあ、い」がねちょっとは難しかったかもしれないんで「こうより」の中かもしれないですけどもまああのここは、えー、とレックとしては制度可能性が高いにしています。はい えー、まあ以上がねまあざっとこう見てきた感じですがあの正直ねこの解説、まあ、ちょっと今回はね公表ということであの時間はそんな限られているので、えー、まああの詳細までは言ってないですけどもあの流したところでもかなり細かいところはいっぱいあってですねあの正直受験生には酷だったなというふうに思っています。ただああのまあ どこことここはねどうしてもツだからということで丸が正確に分かんなくてもツ、まあ、で切れるだったりあるいは丸だけは分かってツかどうか分かんないけどここだけは確実に丸だということで分かったというところからですねまあなんとか合格するために5割5分から6割ぐらい、えー、取って頂きたかったというふうには思っていますがあのー。 これだから6割5分とかね7割取れた方は相当あのまあね逆に5割5分切ってたからといってあのそんなにね悲観することはなくて、まあ、正直今回難しかったと思いますので、えー、まあ,あとはね他の科目はどれだけねあのまああの出来にもよ,よりますけれどもあの決して今回はですねあのそう。 合合計あの合格ラインっていうのはねちょっとあの未定なところありますし、えー、また監査でもねどういうふうな得点分布になるかっていうのは正直読みにくいあの個人的にはかなり難しかったと思ってるのであの、まあ、決して諦めることなくですね発表までしっかりとねあのもう忘れて、えー、論文対策の、ね、勉強を頑張っていただきたいと思います。ね、であの監査論に限って言いますと論文ははっきり言ってもっと報われる問題出ますからあのしっかりとね えもうこの監査論の担当は忘れていただいてもう合格してる前提でとにかくね、あのー、この年末年始挟んで皆さんあのちょっとね気が抜ける部分でもありますけれどもむしろね、えー、これあの今こう年末年始でもね頑張ってやるんだという。 つもりで、あのやっていただければね、あの今後で、ね、論文対論文の試験でも楽になりますから、ぜひあの頑張っていただきたいと思います。はい、えー、それでは監査論の、えー、令和2年第1回担当式本試験の公表をおこれで終わりにしたいと思います。えー、どうも皆さんご清聴ありがとうございました。